ベッセリーナ・カサロバは、ブルガリアのメゾソブラの歌手。ブルガリアのスタラザゴラに生まれ、少女時代から音楽教育を受け始める。演奏会ピアニストとしての研修の末に、卒業証書を獲得すると、ソフィア音楽アカデミーで、レッサ・コレバニ声楽を、指示、まだ在学中に、ソフィア国立歌劇場でデビューしている。1989年に、チューリヒ歌劇場と契約し、 まもなく聴衆の指示を得た。同年、BMG クラシックスのオーナー、ベルテルスマン公演によるドイツの国際ギュータースロー、声楽コンクールにおいて、首位を獲得。これによって、BMG クラシックスと契約を結ぶ。それから2年後に、コリン・デービス式のもと、モーツァルトの皇帝ティートの慈悲のアンニ人を役により、ザルツブルク音楽祭にデビューし、また、ロッシーニの、 セビリアのリハチ氏のロジーナ役により、ウィーン国立歌劇場にも初出演を果たす。1992年は、ザルツブルクにおいて、急遽マリリン・ホーンの代役として、タンクレーディに出演、国際的な飛躍の年となった。近年は、クルックの、オルフェオとエウリティーチェのオルフェウス役により、ミュンヘン・バイエルン州立歌劇場に出演している。また近年は、演奏会や録音において、 同じスラブ系のエディタグルベローバと共演する機会が多い。2000年にオペラ歌手として初来日した。その後も2002年と2004年に来日しており、2004年にはオペラ歌手として日本全国で活躍したほか、東京でリサイタルも開いている。2003年には作曲家のクラシー・ミル・キュルクチースキーの協力でブルガリアン・ソウルと題した CD をリリース。これは、 ブルガリア民謡を通史的に編集した音源となっている。これまでに、ショーソンやラベルなどのフランス芸術家曲を CD に録音しているほか、チャイコフスキーのスペードの女王、オフフェンバックの美しきエレーヌのビデオに、モンテベルディのウリッセの帰還、ベルリオーズのファウストのゴ罰、マスネのベルテル、リヒャルト・シュトラウスのバラの騎士の DVD にも出演している。 ありがとうございます。